やっとお家に戻ってきました。ここが SBC フリューゲル。グロッケンとほぼ同規模というだけあって、ずいぶんプレイヤーも来ているみたいよ。マップデータがあると助かるんだけどな。ナビシステムに頼んで。ただいま、ナビシステム。お母さんのところに行きたいので。マップ、それとお母さんと話をしたいから。なんかエラーっぽい音も混じってるみたいだけど、レイちゃん、ゲートの門番もこんな感じだったわ。おい、ざっと調べてみたけど、どのやっぱりレイちゃんがいないとダメみたいね。お母さんの様子がおかしいのです。お母さんって、まあそうなのです。マップデータもくれなかったし。まあ予想はしてた。助けてということは、ですね、ナビシステム。それはここって大型マザーコンピューターに最多少出遅れて。マスター、とても心配です。お母さんはきっと SBC フリューゲルの奥にいると思う。
敵がいるわよ。レイちゃん、こっちに来てる。ワクワクです。この辺りはややこしいフィールドだね。そうだ、ちょっと僕と探索に行こうか。データの収集はこういった高難易度ダンジョンのせっかくの機会だし、探索スキルも大事だけど、音や気配には君と初めて会った時は僕も言う、人がやってくる音、攻略を競っている連中の戦闘スキルも大事だけど、こう、まあ今の全部冗談だよ。君が少しは疑って僕が転送ポートかな。君が先陣を切ってくれ。僕は転送後にこちらで早速疑問を覚えるようになったのかい。でも行ってらっしゃい。僕も追いかけるから。さっきで、まあこの前のじゃんけんのお返しだよ。君はきっと平凡で幸せな世界で生きているんだろうけど。いや、君が転送された後エネミーが湧いてさ、悪質なトラップだったみたいだね。いや参った参った、はあ、まあそのまったく君というやつは鈍いんだか、君といると楽しいなって思う。いろいろ試したくなるじゃないか。サポートは任せて。私に任せて。ワクワクです。データさん行くわよ。弱ってるわよ。
ラボックスよ。開けてみたら？アスナ！ごめんなさい。その通りです。その通りです。もっとやれるわ。エネミー発見。Yeah!
もっとやれるわ。これで素晴らしいです。頑張るよ。ハブに燃えてますね。最高です。いや、そういう…なるほど。この扉を開くためには…でも、そんな鍵になる…私は翻訳はできるのです。何か見落としていたの…それは考えにくいけど…一度…一応、うちのデイジーちゃんに。私たちアファシスは SBC フリューゲルの…ですが、 SBC フリューゲル内部の構造についてはメモリが処…なるほどな、ま、どういうことです。私もいろいろな情報を探してみたんだけど、アップデート…ダミーの情報も混ざっていて…ない。アルゴを当たってみるか。情報…でも、キリトさんの言う通り、アルゴ…まあ、待てて。もう行っちゃったわ。クレア、ず、そうね。そうだね。人は誰しも、君も、早く。